ヒンダ爆裂レポート、ロマン派ゴルフ作家篠原です。今回のヒンダ爆裂レポートは、エクソロシ S、オデッセイのパターです。テストしてみたいと思います。オデッセイのエクソと読みます。ロシ S というパターになります。S はこのネックがショートスラントネックになっているからです。どうですか？まあ、ロッシー型。こういうところのね、ニーリングとかちょっとね、かっこいいんだよね。これはよくできてますね。まあ、見た通り、中はね、スカスカみたいな感じなんですけど、重量が違うものを使って、より外側に重いもので内側を軽くして、ということが1点。で、まあ、ミスヒットに強くしたということなんでしょう。それともう一つが注目すべきはここです。新しいホワイトホットマイクロヒンジインサート。これがね、マイクロヒンジインサートの進化系なんでしょうかね。どういう感じなんでしょう。とにかくこのロッシーのこの方はなんとなくいい感じがします。打つのが楽しみです。行ってみます。打ってきました。エクソロッシー S ですね。まずですね、一個言えるのはとても操作性がいいパターです。操作性がいいっていうのは、敏感です。まあ、もっと逆に言うとこれを難しいって考える人もいるかもしれないんですけど、要は使い手がこういう風に動かしたいっていうのに対して応えようとするっていうパターです。それとマイクロヒンジインサートはこれはもう大発明で、ボールの転がりが良くなるってことは以前証明したりしたんですけども、打ちごたえがねちょっとどうしても今までのと違うっていうので悩んでるゴルファーいっぱいいたと思いますが、このホワイトホットマイクロヒンジインサート、長いインサート目ですけど、これいいっすね。仕上がりがね砂糖菓子みたいな感じなんですけど、これ甘ーって感じで弾くんですよ。まあ、テクニックに自信がある人、もともとロッシーの形が好きな人で、重量もものすごいしっかりしてます。で、最新の、まあ、もしくは未知のね、ボールの転がり、コントロールされた転がりを楽しみたい、打ってみたいっていう方にはおすすめです。オデッセイ、エクソ、ロッシー S。このね、このネックがね、僕は個人的には好きです。よかったです。ヒンダ爆裂レポート。ロマン派ゴルフ作家篠原がお伝えしました。